どうも、流しです。どうも、健太郎です。僕と健太郎さんって、僕が今台湾に住んでいて、健太郎さんがこう日本に住んでて、普段テレビ電話でこう撮影してるじゃないですか。おお、大変だよね。まあ正直そうなんですよ。結構大変で、やっぱ企画もやれることが限られてくるし、正直やっぱ編集も結構大変なんですよ。だから普段早く一緒の空間で撮影できる環境になりたいなってすごい思ってて。これはもう俺も思ってるよ。突っ込んでくれよ手で、なんでやねんって突っ込んでくれよ。それ叩いてほしいってことなんですか。あるじゃん、日本独特のあのツッコミが、叩いてこう、なんでやねんってやつね。なんでやねん。やっぱそれが欲しい時もあるじゃん。それはね、ド M ってことです。ヘンタロ、叩かれたいってことですよ。単純に単純に叩かれるのは嫌だよ。本当に。いや、本当だよ。で、まあやっぱその一緒にいた方が撮りやすいっていうのがやっぱあると思うんですよ。で、結構コメントでも、早くケンタロウタカシが一緒に撮れるといいねみたいなコメントをすごいたくさんいただいてるんですね。マジで？そう。そういうの早く共有しろよ、お前。お前、コメント翻訳機能見て、使って見てるっつってたじゃねえかよ。最近なんだよ、翻訳できるようになったのは。そうですね。最近まあ YouTube が翻訳機能ついて、ケンタロウさんそれで見てるみたいなんですけど、はい、ね、だから僕結構普段、台湾と日本が隔離なしで、こう、行き来できるようになんないかなと思って、結構ニュースチェックしてるんですよ。そしたら最近、日本がワクチン接種した人は隔離なしで日本に入国できるように調整中ですっていうニュースを見て、おお、そうで、おおって思って、やっと来たこれがと思ってテンションが上がったんですけど、ちょっと一つだけ言いたいのは、なんかこうやって言うと僕が早くこうやって一緒に撮りたいって、なんかケンタロウが好きみたいな思われるかもしれないですけど、別にケンタロウが好きなわけではないんですよ。照れんなよ照れんなよ照れてねえよ照れんなよ、分かってる、言うな、言わん、皆まで言うな、分かってるよ。ちょっと気持ち悪いな、なんだそれまあでもね、本当にいち早く一緒に撮れることを願って、それではですね、まあ本日のテーマをやっていきたいと思うんですけれども、よっしゃ、はい、まだ何も今日のまだテーマ言ってないから、そんな盛り上がらない。まだテーマ言ってない、まだテーマ、はい、はい、今日はですね、はい、なんと、うわっちょっとまだ何も言ってない、まだテーマ言ってない、早い早い早い、はい、はい、はい、いきますよ。じゃあ、今日のテーマはですね、台湾の男性芸能人の年齢を当てましょうゲーム。そこ盛り上がれよお前そこ盛り上がれよ。いや、ちょっとごめん、俺たかしと違って男性興味ないからさ。いやいや、俺も興味ねえよ、そういうことじゃねえよ撮影ってお前テーマ発表したら基本いやーってやるもんなんだよ。いやー押せよ、時間差すごさ。まあ、前回ね、撮影芸能人の年齢当てるゲームやったと思うんですけれども、すごすぎよ、もうみんな童顔の国ですから台湾は。ね、びっくりしたんですけれども、またやりたいね。やるんだよ今から女性ね。あ、女性をね、は興味ないから、だから高橋と違ういや違うって本当に今興味全然イエーってなってないから。じゃあもう今日撮んねえぞ、やめるぞもうやめるぞお前今日も友達にお願いして写真用意してもらったんだからね、わざわざ感謝しろ、その友達にありがとうございます、はい、たかしの友達にはじゃあ感謝でね、今日も4名様年齢がわからないと言われている芸能人の男性の方ご用意してますんで、はい、じゃあやっていきましょう。一人目はですね、こちら、この方、はい、チンフォンさんです。なんでチンフォンさんです。あ、チンフォンさん、はい、また聞き間違えるとか危ねえよお前。お前なんて聞こえたんだ今。え？いや、お前なんて聞こえたんだ、お前言ってみろよ。言えるか。まずチンフォンさん、一つ目の写真がこちら。これ何？チンフォンさん、猫みたいじゃん顔。どっちのことを言ってるのか全然わかんないけど。これ男の子とチンフォンさんじゃないのこれは。ちょっと毛深いね、チンフォンさん。毛並みは綺麗なんですね、チンフォンさん。やめとけよお前、こんなんやったお前チンフォンさんの女性ファンにボッコボコにされんぞ俺ら。あ、じゃあこっちの男の子がチンフォンさん。そう先言えよお前。お前なんかバカなんだよただ単に。ほんとなんだ、猫の年齢当てんのかと思ってた。ちげえよ、猫の年齢当ててどうすんだよ誰がそんな動画見たいの。もうめっちゃ汗かいてきて、さっきシャワー浴びたのに。ほんとにおいくつなんだろうマジで。全然わかんないんですけど。歯が白いね。じゃあちょっとこれね、2枚目があるんで、こちら2枚目でございます。2枚目こちらです。あー、かっこ、あ、かっこかわいいね。かっこかわいい。20代前半とかじゃないの。マジでちょっとわかんねえんだよな。ジャニーズっぽい。そうジャニーズっぽい。前は20代に見えて30代後半とかだったよね。見た目が20代は30代。じゃあ31、僕らと同じぐらいでどうですか。いや36でしょ、今回の36スタートでお願いします。でも僕そこまでさすがにない。32、出だしからむずすぎるだろ。誰だこれ持ってきてんの。俺の友達だお前、友達悪く言うんじゃねえよお前感謝しろ感謝しろ。チンフォンさんが年齢が、はい、
出た。なになに。39歳。39歳。39。嘘だろ。これで39。ちょっと待って、ちょっと待って、俺さすがに36言い過ぎたかなと思ったけど、マジで。女性は豆乳飲んでたじゃないですか。男性も豆乳でやっぱこんなに若々しく保てるんすか。豆乳じゃねえだろ絶対。豆乳なわけねえだろ、マジで。2人目がですね、はい、この方リンズーインさん。1枚目がこのオレンジのジャケットを着てるこの短髪の方ですけど、はい、もう全然わかんない。チェホンさんと比較したらちょっと大人っぽいから、いやでもそういう作戦で本当はもっと若いんじゃない。下手したらだから同い年ぐらい。え、あーなるほどね、年上に見えるパターンもあるってことね。大人っぽくてかっこいいみたいな。本当は20代半ばとかだけど30代。若い子のチョイスじゃねえんだよな、この革ジャンがこのチャックの数の革ジャンはチョイスせんと思うんやな。確かに、でも言われたらなんかちょっと時代を感じるかもしんない。ちょっと2枚目もあるんですけど、2枚目こちらですね。2枚目この顔どこ見てんだろう。すごい気持ちよさそうな顔してるよね。優しさで包み込むような眼差しはもうこれ年上ですよ、もうこれは。確かに確かに確かに、もういろんな経験された中での決まりましたよ。だから42。僕は多分チンホンさんとじゃあもう同い年ぐらいにして38かな。40代手前、まだ40にはなってない。おいくつか調べてみたいと思います、はい、リンズインさん、はい、年齢が、はい、嘘、何、46歳。46。嘘、めっちゃ鳥肌立ってきた。46。マジで。もうやめよう、終わろう終わろう終わろう、もう終わろう終わろう終わろう。もうこんなわかるわけないじゃん、こんなわかんないよ。もうあのもう女性の時より無理だわ。もう、うん、女性より難しいわ。いや言われて見てみても全く46歳に見えないんですけど、うん、いやそうなのよ。でも確かに2枚目の外で何か見てる写真は、うん、ヒゲの感じはちょっと確かに何万回ってヒゲを剃ってきたんだろうなっていうヒゲの剃り跡はありますよねちょっと青くなってる感じや。それはある。ちょっと待てよ、これ台湾の豆乳どんだけすごいのこれちょっと豆乳なの。もうなんか童顔の国じゃなくて豆乳の国じゃねえかもそれでもあれじゃないですか、もう豆乳飲むとかじゃなくて豆乳のシャワーとか浴びてんじゃないですか。もうあんたこう蛇口ひねったら豆乳出てくるみたいな。やっぱり豆乳強えな。すごいねすごいねって言ったけど、それ高橋が言ってるだけです。それ高橋が言ってるだけだよね。3人目。3人目はロイーハオさん。はい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 、なるほど。大人っぽいパターンでしょ多分。大人っぽく見えて実は若いってこと。そう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 。でもなんか俺あんまり年齢俺らと変わんない気がする。うそだよ。35、6な気がする俺は。この瞳はまだこう何も知らない瞳をしているよ。本当にお前それ大丈夫。リョウイーハオさんに怒られるよお前そんなこと言ったら。その何も知らないっていうのはバカとかじゃないから。分かる。こう純粋ってことでしょ。純粋な目をしてらっしゃる。そう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 。綺麗な目をね。犬みたい。犬みたいに純粋な。それバカってことじゃないの。いやいや違う。やめろお前。お前そっちに持ってくるもん。二枚目はこちらですね。いやこれ若いな。この2枚目の写真若いっすね。若くて意外と年いってるように見える。でもこの差が激しくない、なんか1枚目と。じゃあ健太さんいくつだと思います。これはね女性の時の経験を生かして18でお願いします。 18？ そこまでいく。でも確かに2枚目それっぽいよね。高校にいてもおかしくなさそうな。確かに2枚目のこの写真は高校を卒業したて大学生って言われてもあーってなる気がする。じゃあ僕は高校生大学生に見えるけど意外ともう行ってて27歳とか28歳。僕はじゃあ27歳でお願いします。これでも俺と高橋で10歳違うからね。ウイハオさんは年齢書いてない。1986年生まれ。35歳だ。 Oh my god Oh my god Oh my god。 ちょっと待って、年上。確かに年上か。俺の2個上。日本のさ芸能人でもいるじゃないですか、若々しく見える人って。でも多分僕らも日本人だからなのか、なんとなくいくつですよねってわかるじゃないですか。わかるわかる。台湾の人マジでわかんない。ちょっともう俺やばいわ今回。
え、うん、俺もちょっと女性の時よりびっくりしてるわ。女性の時より衝撃半端なすぎて、もう笑うしかねえよ本当に。4人目がですね、こちらの方ですね、はい、ウーシーシエンさん。いやもうわかんねえよ、顔黒すぎるだろ。日焼けしてるだけだろうか。待って、お前あれだろ、これまた真ん中のこの人形のこと言ってんだろ。いや、やめろってお前だから。しかも多分これ人形じゃなくて、多分これ本当に生き物だと思う。本当に、あ、本当。今日男性の民心の年齢を当てるだけ。ちょっとこの右の女性、あの日本の宮崎あおいにちょっと似てません？なんか。わかる。ちょっと似てるな。わかる。じゃ次元だって、そこじゃねえんだよ今日は。今日年齢当てんの男性民心の。でも本題に戻ると、いくつだろう。いやマジ当てて。そうですね。これさすがにちょっと当てたいですね。2枚目こちら。うわ、何この若さ。うわ。仮面ライダーっぽい。ちょっともうこれ。ヒゲ診断で行くしかねえわ。確かにちょっとヒゲアップして見てみるわ。ヒゲアップして見てみる。あ、結構ね、何万回か剃ってる感じはするよ今までに。何万回行ってるなこれは。行ってますね。ってなると多分僕より年上っすよ多分。もうガチで当てに行くしかねえからマジで。42。じゃあもう僕もそれぐらい行くとして、もう僕じゃ分かった、46。これでもう外れてたらもうちょっともう本当に分かんない。それではじゃあ行きましょう。ウーシーシエンさんおいくつでしょうか。うわぁ、うわぁ、ちょっと待って、30歳です。はい、30! 何回ヒゲ剃っとんねん。ちょっと待って、30で何回ヒゲ剃っとんねん。俺同い年ってことっすねこれ。いやでも分かんねえよ。だってさっきの梁イーハオさんも30って言われたらあーって全然なるし。本当に30歳なの？嘘ついてんじゃないの本当は。今回2人とも結構本気で当てに行ったけど、マジでことごとく1人も当たんなかったっすね。いや無理だったわ。何がどうやったらこうなんの、こうなるんだよ。言ってんじゃん、その豆乳がそうさせてるんだって。だから今日分かった事実は、台湾人はきっと豆乳飲んでるだけじゃなくて、シャワーとしてもこうやって浴びてるっていう。そこが今日の結論ですよね。なるほどね。飲みます。飲んでください。今すぐ飲みます。はい、ぜひね、日本の皆さんも台湾の豆乳若返りできるんで、ぜひ飲んでシャワー浴びてみてください本当に。効果には個人差があります、はい、ということで、まあ、じゃあ、ぜひね皆さんこの動画が面白いと思ったら、はい、いいね登録よろしくお願いします。お願いします。さあそれではですね、今日じゃこの辺で、じゃあまた次回バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。いやなんか疲れたわ、疲れた。びっくりしすぎて疲れた。俺も疲れた、ヘトヘトなんだけど。